朝ごはんをお餅を3つとパンを食べたり米を食べたりね、結構たくさん私は食べるんですけど、走る前はアミノ酸を摂取します。そして靴下はファイテンのソッキングレーサー、今広告に出てるの私の足です。さあ目指すは自己ベスト1時間26分25秒切りです。スタートしました。いやーこの感じですよね、みんなで走るってめちゃくちゃ楽しいし興奮します。さあスタートはね、だいたい4分5秒ペースで今入っていっております。で集団でね走ってますね。そしてこんな楽しみにしていた大会なんですけれども、いざね大会の朝が来るとうわーなんか行きたくないなっていう気持ちも出てきちゃうんですよ。そんな方いませんか？いやなんか怖いなみたいなね、久しぶりなんでよりその気持ちが強かったのかな。逃げたくなる気持ちを押し殺して、そして会場に来たらね来てよかったと思ってね走り始めてるんですけどもね、去年はハーフマラソンを何本か走ってるんですけど、だいたい26分27分ぐらいで何本か走れてるんですよね。でその時の感覚ってだいたいキロ4をスタート時は切っちゃうみたいな、あちょっとなんか3分台入っちゃって早いなと思って抑えて4分5秒とかでスタートしてるんですけど、今日はですね頑張って4分5秒を維持してるって感じなんですよね。2週間前に走った情熱ハーフマラソンより実はねもうすでに体が重いななんて思っているところですが、走り方っていうのがね少しずつ分かってきて、とにかくうわ体重いと思っても体を少し前傾に倒して足全体にね体重を乗せていくと進むってことがね分かってきてるので、なんとか4分5から10ペースでねスタートしております。そしてもう心の中ではですね、いやもう1周3キロで帰りたいよ、もうやめたいよってね思ってます。今までも思い起こすとハーフマラソンってだいたい走り始めてちょっとしたらもうねやめたいなって思ってること多いんですよね。てかマラソンとかって結構やっぱりそうですよね、みんな喜んでねお金払って走りに来てるのになぜかやめたいって思っちゃいますよね。それぐらい頑張ってるっていう証拠ですよね。そうだからね最終的には大会来てよかったな、大会じゃなかったらこんなに苦しまなかったわ、練習だったらもう今日調子悪いからやめとこうとかって やめちゃった可能性が高いなと思いながらね、しっかりと走っていくという決意を何度もしたりやめたいと思ったりの繰り返しですはい、そしてここでね元気よく手を挙げてますが本当は元気じゃないんですけど、ここ今ねスイファミっていうねファミリークラブ私やってるんですけど、そのファミリークラブのメンバーがね写真を撮ってくれたのでもうおーってね余裕ぶて手を挙げてみましたが、もう余裕はもうないですね。今4分10だったのが4分15から20ぐらいに下がってきて、ここねなんとか命からがら4分20ちょっとぐらいにのペースでね走ってるんですね。でねこのダメなとこ出ちゃったんですよ。肩がめちゃくちゃ横振りしてるのが分かりますでしょうか。で私もともとこの横振りがすっごく強いタイプで、これを森田美希コーチが直して改善ねしてくれたんですけども、家に帰って腰触ったら腰がカッチカチで、まあおそらく腰回りがもう固まっちゃって動かなくなってて、で腕で体を動かすしかなくなってるっていうね、まあ、最悪なパターンに陥ってしまってますね。皆さん気をつけてください。この動きは前に進みません。めちゃくちゃ疲れるのに推進力に変わらないんで、ただ横で動いて疲れてるだけということで今日はねもうスタート3キロ過ぎたぐらいからもう自己ベストは厳しいなっていう感じのまま走っているんですけれども、正直ね自己ベストって言っても今1時間26分なのでサブウェガにはねほど遠いわけですよ。でサブウェガしますとか言ってる自分がもうなんか恥ずかしくなってきたりとかする気持ちもあったり、もうサブスリーしたからもうサブウェガいいじゃんってねなんか諦めたい自分がいたりとか、なんかいろんなネガティブ要素がね頭に浮かび上がってきたりするんですけどね。ただいつもそういう時は原点に戻って
誰のためにやりたいの、何のためにやりたいのっていう時に、まあ、自分が走るのが好きで、やっぱり目標があって練習するっていうのが楽しかったり、発見があって楽しかったり、他の誰のためでもなくて自分のために走ってるんだから、なんかもう情けないとか思うのもやめようってね、自分でこんな走りながらいろいろ考えてました。今ね、音楽の方でも紅白に出たいって言ってるんですけど、なんか胸を張って言えないところがあったり、それって目標がちょっと遠いところにあるなって自分が思ってるからだったりするんですけど、やりたいことをやりたいってね言っちゃダメなんてことあるわけないんですからね。やりたいことはやりたいやりたいってね言った方が絶対に近づきますからね、目標にね。だからやりたいことはやりたいってね大きい声で言っていきましょう。そして誰かがやりたいってね言ってること、みんなで応援し合っていきましょう。そんな日本を作りませんかってね、政治家じゃないけどでも本当にみんながみんなで応援し合ったらさ、もっと世界って良くなるっていつも思ってて、みんなもそう思うでしょでこうやって動画作る時も、私要所ね、私が映ってるんで私応援してもらっちゃうんですけど、私としてはもう本当に音楽で走りでみんなをいつも応援してるので、一緒につながって頑張っていきましょう。そしてもうラストのね、ラスト 1.5 キロぐらいになってるかな、もう疲れてるんですけど、まあ、とにかく体重を乗せて乗せて乗せてね、前に前に進むようにと。そうすると、まあ、激沈まではないんですよね。もう体的には結構疲れてるんですけど、体重が乗せれば進むってことをね知っていればなんとか進むので、今4分20ぐらいをキープしてるんですけど、前だったら多分ね5分ぐらいまで落ちちゃったかなぐらい疲れてますね。でそう思うとさ、こう人生にまた例えたくなっちゃうんですけど、人生もさ、もうダメだ、もう辛いよ、もう逃げたいよっていう時もさ、少しでも逃げ道知ってたりとか進み方が自分の中で一つあれば、最低限レベルでね進んでいけるんじゃないかなって思うんですよね。それって一人一人やり方違かったり進み方違かったりすると思うので、普段からね走り方を研究するとともに自分の生き方もね研究しておくといいんじゃないかななんてね思ったりしてみたりしてます。さあラスト 1.5 キロ、もう走っていきましょう。王子様、ありがとうございます。ありがとうございます。メダル、ありがとうございます。受付は気になったの、お店で使える商品券、はい、なんかあれでもいいですし、貸していただいてもいいです。ありがとうございます。ございます。
まもなく